ということでゲストは山本選手です。よろしくお願いします。お願いします。山本選手、はい、お久しぶりです。あ、ご無沙汰します。いやいや、合ってるじゃん。そんなに合ってない、やめてもらっていい？はい、すいません。結構ね、この間のファンカンの時もそうだったんです。結構ぶっ込んでくるタイプで。あ、そうなんですね。そう、結構ね、ぶっ込んでくるっていうか、ケンさんいけるなっていう。いける人だから距離感見ながら、いける人、いける。ユウさんとケンさんいけるタイプだって。 あっちの方がいける多分。俺誰でもいけない。だから結構ね、結構言ってくるのよ。ああ、いいですね。普段全然そんな本出さないのに、はい、こういう、なんか公式のこの、いやなんか動画とかでこう入れてくる感じが、ちょっとなんか、そう、悪い、ね、悪い、サッカーで同じ感じしますね。同じニュースですか？ニュースです。見る見る。そう、だから ACL ね、山本選手も出てますけど、はい、いつですか？はい、2年目なんで、何年だ？21年。一緒に行きましたよね。私引退しましたけど。あ、今言いましたか。こちらは飛行機一緒だった、ね、一緒でした。あ、同じ便だったんだ。同じ飛行機。飛行機です。チャーター、はい、チャーター便で、あ、一緒に。そう、一緒。中一緒に。一緒です。ガンバどっち？分かんない。でも前と前と後ろに分かんねえか。最近なの？覚えてないですよ。これ勇気も覚えてないから。これ覚えてないから。どっちもかよ。前とキャスティングしたのこれ。全然覚えてない。ガンバいるなーって。もう一人増やさないでくれよ。覚えてない人。思ってたから俺らが後ろかな、じゃあ、もしかしたら。いや、そうじゃないですか。まあ、けど3年前だからね。そうか、うん、先に羽田でうちが乗ってから関空行ったと思って。俺らが奥かな、じゃあ、ね。そういう経由の人だ。そうだ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 。ウズベキスタン、ウズベキスタン、ウズベキスタン、はい、集中開催。あの、さっき言った3週間3週間、なかったっすね。きつかった。マジできつかったっす。2年目で何してた。いや、何もしてないです。もうあんま出るなって言われてたじゃないですか。いや、もう全然、当時ね、全然出れなかった。ずっとやることなくて、ぼ、うん、ーっと毎日検査されるしね、はい、毎日やって。マジできつかったっす。きつかったね。何もやることなくて、とりあえず暑いし。そう、まあ確かに。ご飯も食べれなかったんで、ほとんど。え、シェフは？あ、来てなかったんですよ、僕ら。まさきさんいたっすよね。佐々木さん、なんか覗いたんですよ、一回川崎のとこに。なんかあれ、シェフいるぞみたいな。ホテルも一緒？ホテルも一緒でしたよ。なんか近くにいませんでした？ホテル一緒だったっけ？一緒だったと思うんですけど。あ、じゃあ一緒で正解教えてくれよ。一緒で。あれ、なんか近くの2人。でも俺なんか川崎の食事会場覗いたと思うんですよね。なんかいたんで。まあ近い。ちらって見たら、シェフ。近いっていうか同じホテルだろ、それは。一緒だ、じゃあ一緒だ、うん。シェフいらっしゃって、シェフいるやんみたいな。全然違うね。なってましたもん。いや、いなくて3週間やばいっしょ。やばいっす、やばいっす。まあ、全員腹壊してました。うわ、きついね。全員。いや、なんか何か分かんないんですよ。うんうん、なんか匂いで食べて、あ、これダメだ。それをそうだよね。はい、もう同じものしか食べなくなって。そう、あともインスタントばっかりとか。インスタントは持ってってた。あ、持っててもらってましたけど、うんうん、そっちを食べてました。毎日それじゃきついもんね。ほんときついっす。なんか違いとかあるのかね。マジ飯でかかったと思う。いや、それマジ一番でかいね。めちゃめちゃ食べてましたもんね。めちゃくちゃ食べてた。絶対そうしてる。てか、むしろそれしか楽しみなかった。それもなかったっすからね、俺ら。何でしょう。そうだよね。でもなんかそういうもん初めてだったので、そういうもんなんかなと思って過ごしてましたけど、海外行ったらそういうもんなのかなみたいな。ちょっと特別な、ね、環境ではあったところかな。しかも、まあ、2年目なんで、うん、もちろんあのビジネスとかじゃないんで。ああ、そうなんだ。はい、全然。あ、移動が？移動が、飛行機が普通の。だからやっぱエコノミー、ベテランの人だけ、ベテランの人だけ多分ビジネスだったのかな。そうなるほど。ぐらいの感じだったんで。結構遠かったもんね。はい、もうなんかこんなんしてて寝てました。きついな。まあ広かった、空いてたんで。ああ、そうね。空いてたんでよかったですけど。まあ、空いてたってことはチャーターだから。そうそうそう。こうやって寝てました。コムとかじゃないから。チャーターってことも知らなかったで俺。え？でも右も左も分からなかったんで。ただ連れてかれて。連れてかれて。あ、川崎いるなみたいな。あ、そう。試合は出たの？3試合出場って書いてあるけど。ちょっとだけですかね。あ、途中から。はいはい。あんま出てなかったと思います。ああ。はい。じゃあいろいろ大変だったね。大変でした。いや、それ大変だわ。こんなもんかなと思って、いや、過ごしてましたね。え、話膨らまないじゃないですか。どうするんですかこれ。ないっすもん、ね、思い出がないっすからね、あんまり。あとはその1回だけ出たのが次川崎で行ったやつですかね。ああ、今年3頭。あ、今年。はい、今年ですね。あ、じゃあ比較はできるわけだ。あ、そうっす。どうだった今年。
本当最高でした。最高飯うまいし、飯うまいし、なんか知らん、なんかわかんないですけどビジネスやったし、なんかだって今何年目だ、5年目、5年目です、5年目です。あ、だもキャリアはまあ積んできてはいるからね。若手だよね。はい、でもこれビジネスなんだ、ラッキーって。ちょうどギリぐらいじゃない、だから俺タツキとかがまでギリ、俺とタツキ、タクマまででギリやったんで、ギリギリ、本当ギリ滑り込んだ、うん、ラッキーだね。こんないいんだな比較はできるわけそうだよね。初めてビジネス乗りました、そこで。最高。生きてきて、生きてきて、生きてきて。で、海外旅行はあんま行ってないですね。そんなベテランじゃないんですよ。ビジネスなんて乗らないっす、乗らないっすって。そう、お金持ちじゃないっすから。お金持ちじゃないっすから。金の亡者カットしようね。金の亡者金の亡者なんだから、ね、それは良くない。金の亡者面白いけど良くない、うん、サッカー面の違い、うん、J リーグと ACL で、まあ、その今年もそうだし2021年と、まあ、2021年の時もなんだろう、なんかずっとボールは持ってるけど点入らないみたいな。もうがっつり守られて、うん、あのカウンターで3失点とか。え、相手どこだった？覚えてないですよ。韓国の、ね、あ、チョンボクだ。あ、そうそうそう、守ってカウンターで3点ぐらい取られて、そう、最終節勝ったらいけるかなぐらいのやつでそれやられたんで、内容として良くもないけどそんなにやられる感じもしてなかったけど、気づいたら点取られてるみたいな。あ、でも分かるかっていう感じです。ACL 結構あるよね。そう、今年もそんな感じはちょっとしたっすけど、あ、この能力ちょっと高い選手がいて、はい、そんなやられるシーンなかったけど、なんか気づいたら点取られてる感じ。それなんで、それもうちょっと深掘りしてもらっていいですか。それは俺真面目なやつなんですか。え真面目なやつも挟みつつ、挟みつつ、はい、この2人じゃ真面目な会話にならないんですできないですか。できないですか。できないできない。1、2回目はただ思い出話ACL どう勝つかとかは一切話してません、まだ。いやでもそういうの俺らじゃない方が、俺じゃない方が分かるじゃないですか。いやいやいや、そんなこと、いや、何を考えてるか、山本選手の頭の中を覗く回でもありますから。そうなんですね。そうですよ、じゃなかったらキャスティングしませんから。あ、はい、ありがとうございます。なんだろう、まあ引いてくる相手はちゃんと押し込むっていうのが一番大事だと思ってるんで、うん、そんな、まあちゃんと押し込めないと変にカウンター食らって、なんかこうどん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 、なんていうんだろう、普段通せてるパスもちょっと怖くなって横になってきたりとかも増えてくると思うんで、はいはいはい、ちゃんと押し込めばリスク管理もそんなに難しくはならないと思うんで、ちゃんと押し込む配置取ることかなと、うん、まあ俺が言うことじゃないのかもしれないです。取られてもすぐ取り返せるとか、まあ相手のちゃん、相手がしっかりもうペナぐらいまで戻るぐらいのところまで行くと、やっぱりリスク管理しやすいですし、まあそんなにもし引っかかったとしても距離があるんでゴールまで、うん、そんなやられるシーンにはならないかなと思うんで、なんか変なとこで取られるときついかなっていう印象はありますけどね。変なとこで取られることが多い ACL とやるとってこと？うん、なんかそんなイメージはあります、ね、それは要は個人のだったりチームのその守備の、なんかでもあんまりそんなやってても、そんなに守備整理されてないなって思って、なんか感覚的にはなんかここも空いてるな、ここも空いてるなって思っちゃうんですけど、なんか入れてみたらやっぱ個で取られるとか、意外と伸びてくるとか、意外と伸びてくるとか、取られちゃうとかでカウンター食らうなっていうのは、はい、多いなと思います。そのカウンターの鋭さはギンギンの時はすごい感じて、すごいですよね。だから高いですよね。さっき今山本くんが言ったように、ここ通せるかなって思うけど、さっきのカウンターが強烈に残ってて、ちょっと入れられなくなるみたいな、頭によぎるんですね。そう、でこの出す方からすると、なんかそれでちょっとずつずれていく感じがしますね、全体のテンポとして、うん、だからその外から見てるとそんな別にかっちり守られてる感覚はないんだけど、はい、うん、こっちが通せなくなっていくみたいなのは受け手としてはどうだ。いやでもだから普段だったら通すのに通せないのかなって思うと、こっちもなんか動きまた考えなきゃいけなくて、うん、まあ、そういうとその時点でも結構ズレが生じてきちゃうじゃないですか、うん、だからそういうことなのかなって今思いましたね、言われて出しての話聞いて、あ、そういうことなんだなっていうのは、うん、どっちもそういう感じになると押し込めなくなる、うん、そうですね、あ、ちゃんと危険なところに入れてないから、うん、引っかかった時に相手の方がいい状態でスタートできる、うん、あとはピッチとかもあるよね。 ありますね、あ、それが大きいね。ピッチコンディションで普段差し込めるところが、
トラップ気使ったりしてミスったり何回かすると差し込めなくなったり、うん、それは結構あるかもしれないですね。健吾さんが言ったのが多分一番分かりやすいですよね。その脳に焼き付いてる感じ、うん、あこれ、うん、さっきのやられたら嫌だなっていうのはなんかずっと思いながらみんなやってる感じはちょっとありますよね、うんうん、相手もそれを狙ってやってくる、はい、特にアウェーなんかははっきりしてんすよね。そこがそれはねあるからそれ、ね、ジョン・ボクとやった時もそうです。多分きっとそういう感じだったんだ、はいはいはい、うん、リスク管理できてるけどまあもうそれをぶっちぎられるとか、あそうだ、ね、多いですね。それあるそれある。普段なら取れてるけど、うん、なんかぶっちぎられてなんか慌てて戻るからなんか誰がどこ取ってるのかも分からず、うん、逆サイドフリーみたいな、うん、結構そういうイメージあるんですけど。確かにカウンターでやられてる感じめっちゃありますもんね、フロンターレもね。で先制されると俺らは行かなきゃいけない、ね、けどちょっと不安定な生き方になる。相手はもう逆にもう前からちゃんと守ってカウンターっていう構図がはっきりするから、うん、余計ややこしいんだ。先制点マジだ、すごい真面目にサッカーどうした急にどうした違うんすか。3、4回目テスト変わった、再生回数すげえ上がる気がしてきて。え、ダメなんすか。1、2回目は1、2回目はなんかラフに見てもらって、結構手応えあったの。手応えあった俺知らないっすけど、手応えあったのあれ。手応えあったのないない。いや、俺はどっちにも感じてます。大丈夫です。あけどやっぱそういう意味では立ち位置のところは山本選手はもうガンバの時からすごい意識してるなというふうには思ってましたし、うん、まあ、今年のそのサントン戦ホームで見た時に個人的には結構衝撃、俺優に LINE した覚えがある。 LINE してたの。何すか。俺も怪我してたから、はい、あそうっすね、目で見てて。そうでしたっけ、はい、そうそうそう。で LINE しててハーフタイムかななんかに、勇気やばくないですか立ち位置が完璧そう、勇気に言ったと思うけど健吾さん褒めてたよ。あ、聞きました。はい、すさまじかったですよあの試合、ね、山本勇気は完璧でしたよね。アシストもしてましたし、俺あのさ勇気に言ったけどさ、エリソンにさなんか出した、あ退場未遂みたいなやつですか。そう、はいはい、俺上から見せて鳥肌立ったいや本当に俺なんかプレー見て鳥肌立ったの、ゾワってなんか怖って思ったのが本当にいつぶりだろうっていうぐらい見さしくない感覚だった。うわ怖い、こいつなんか気持ち悪いって思っちゃって。ああ分かった分かる分かる。一人だけそこ見てたのみたいな感じで、そう別にエイソンも別に感じてたわけじゃないじゃないですか。エイソンもなんか出されて、あそうですね、気づいたみたいな。だもうピッチにいる誰もそこ感じてないのに勇気が出してチャンスじゃんみたいな感じになったのが、うわ怖って俺も思ったっすもん蹴る前、蹴る2個目2個ぐらい待ったんですよ蹴るの、うんうん、で、あ動いてねえなこいつと思って、うん、いやいや全然感じてなかったと思って、もう何回かモーション入ってるのに、うん、止まってんなと思って、うん、もういいやと思って痛しちゃえっつって、痛しちゃえってそのパスに反応したって感じ。あそうっす。いやあれはちょっとフォワード動かしてたやつね。うんそう、うん、まさに。でもなんか2個ぐらい遅かったからちょっと押したいなったっていうのはそうですよね。あれはけど衝撃で受け手がちょっと準備したらもう完璧だとね。いやまあでももう一個早く思い切ればよかったっていうだけっていう気もしますけど。そうわっとしたな本当にあれは。いやけどあの試合はだから思わず、いやめったにしないのよ。本当ですか。うん、くださいよそういうのこういうのじゃなくて言ってください欲しいちょこちょこ言ってくれ。俺でこういう時に言うっていう悪い。俺でも言ったじゃんね、はい、ゆうきに天狗さんも言ってた、うん、その立ち位置のところはね、まあ、個人的には自分も大切にしてきたところだから、うん、すごいあの勝手に共感はしていて、だからあんま話すことないのよ、分かってるから、うん、確かに、うん、本当ですか。もっと言ってほしいですけどねこうじゃないですかみたいな。いや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 、やっぱ似たような感覚持ってるなって。やっぱはい、カンペ読んでピッチ入って確かに、はい、学生時代参考にしてました読まされてる今ってじゃあこれけど俺が読むのも変じゃんこれけど今いきなり多分今のワードをいきなり寄ったらそれも変じゃない、うん、確かに。だから読んでもらいました。いや参考にしたんです。でもなんか、はい、でもなんか立ち位置とか多分そこまで考えてなくて、どっちかっていうともう単純学生時代、あそうそうそう、うん、どっちかっていうとそのフィジカルで劣ってた組じゃないですか、うん、劣ってた組、はい、劣ってた組じゃないですか、はい、がどうしていくかっていうその先にいたのが健吾さんとかやったんですよね、はい、やっとさんとか、あそうですね、はい、そのラインにいたんで、やっぱそのラインを目指すしかないというか、そこしか目指せなかったんで、はい、それを見てたって感じですね。
いい話ですね。これも絶対使っておこう。さっきの亡者のところはいつも使っておくといいんで、ここをもずっと使って絶対流してください。でそれは嬉しい、まあ、嬉しいし、だから多分言うことがない。要はそういうふうに言ってくれてるのは聞いてたんで、だから同じ多分文脈で話ができるなっていうのは思ってたから、まあ、あと出会ってきた指導者の人もやっぱそっちの方に行かないとっていう、こう自然にそっちに誘導してくれた感じ。あ、なるほどね。もう当たられる前にもう終わらせとけとか、うん、もう全て、うん、もう当たられる前にもう全部が終了してるだけみたいな状態にを作れよみたいな、そう、それの人じゃないですか。取られる、それの人、それの人じゃないですか。まさに、まさにそれしか考えてなかったもん。そうですよね。当たんなかったもん、ケンゴさんね、うん、当たられると潰されちゃうみたいな。うん、そうっす。だから三島戦を見た時に要は先に終わらせておく、うん、相手に触れさせる前にもう完結させるみたいなビジョンも含めて、あとはそれ実際にそのパスも先を読んでたんで、はあって、すごかったっすよね、はい、大絶賛。ケンゴさん聞いてみたい。いやカンペをこそこそ読んでない。いや誰が広げる、え、ケンゴさんが広げるのかな。こういう時は君が読むんだよ。あ、ないの、ケンゴさんが聞いてみたい。下手くそ、下手くそか。うまくなかったっすか今。え、わかんない。ケンゴさん聞いてみたい、先日の話とか。いや下手だな。お前じゃなかった。慣れてないな。誰でもなかった多分。そっちから言ってくれた方がよかった。確かに。戦術眼の話、なんか戦術眼の話かは分かんないですけど、そうね、そうです、うん、あの健太さんとも喋ってて、あの健太くんね、健太くんとも喋ってて、あの、あ、加納健太、あ、そうそうそうです、はい、なんか健吾さんがどんな監督とやってもなんか自分がやりたいように人を動かすのがうまいって言ってて、あ、なんか猛者だからね。やめろって言うんだから。その後挟むとピンってなる。なんかそう、なんていうんだろう、自分がやりやすいように人を動かせる、動かすのがうまいって言ってたんですよね。だから自分の立ち位置だけじゃなくて、そう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 、人もそういう立ち位置に動かすってことでしょ、はいはい、なんかそれはあれなんですか、もう自然とそういう風になってきたのか、まあ、その監督のバランスもあるじゃないですか、やりたいサッカーとの、あるそこら辺のその何ていうんですか、比重の取り方というか、あ、まあ、ちょっと聞きたいなっていうのもあるんですけど、もちろん監督がやりたいこと、はい、もうイメージも含めて、はい、そこに沿いつつ、あ、けどそれは試合に入ったらそうじゃない時の方が多かったりするじゃん、 はい、その時に自分がうまくやれるようにすれば怒られないなって思ってた。あ、怒られない。ナイスっていやなるじゃん。結局そこで、そうっすね、ちょっと言われたことと違うけど立ち位置とかをこ う, うまく自分が動いたり、はい、周りを動かすことで要はいい方向にチャンスとか作れれば、はいはい、要は監督化すると、まあね、引き出しも増える、幅も増える、その試合の中で、はい、だからやった結果だ、本当ギリギリよ、だからやった結果ダメなこともひょっとしたらあるかもしれないから、はいはい、けどそうならないように普段から映像をずっと見て、相手の週末の相手を見て、はいはいはい、こうなるだろうなみたいな、もう自分で予習して、で実際ピッチ入った時にしてるんだ、やっぱそういうのちゃんとしてるんすか。その顔やめろ、だからやらしいっすね。いやらしいじゃなくて、よく映像そんな見るなって、だから俺移動の時とかずっと見たから、移動中ずっと相手のなんか最初から見てるんだ、怖っ、怖いでしょ、あ、見ないの、ちょっと怖いっす、やめろ。近寄んない、こっちだろ、どっちかっていうと近寄んない方がいいよ。3だとこれが起きるからなんだよ、2、1作られちゃうんだよな、俺すごいね、あの、そうな、移動中とかつ、へぇ、見ないの、見るっすけど、そう、ずっとは見てないっすね。いやいや、もちろんずっとじゃないよ、白くじゃないよ、フルで見てるんですよね、結構だいたい、もうポイントだけ叩き込んでる感じですけど、だけどそれはフル見てでしょ、まあ、フルも見ますけど、見れない、見ない時もあるですよ。でハイライトってこと？いや、ハイライトじゃないですね、もうそのスカウティングの話聞いて、ああこんな感じ、ああそのミーティングの時とかね、はいはいはい、あ、違う、自分で見てる、それが怖いですよね、毎回見てる、怖いよ、だって勝つためじゃん、そう、まあまあ、で結局で、ね、監督がどうしたいかより知れるじゃん、まあまあまあ、それ相手の監督もそれ、はい、はい、うわっ、うわっ、おい、おかしいだろ、うわ、いや、そんなに、え、みんなそうやってないの、すご
ごいな、やってないっすね。みんなやってないっすよね、多分みんなはやってないじゃないですか。え、だってその方が勝つ確率上がるよ。まあ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 、それは、ね、で人を動かしやすくなるだから、うん、自分だけじゃなくて、だって予測立つから相手が、はい、でこの時自分の味方が、まあ、その時のスタメンにもよるけど、うん、こう立った方がいいなとか、サイドバック高く取らせた方がいいなとか、低く取らせた方がいいなとか、はい、俺が出てった方がいいなとか、下がってった方がいいなみたいな。やっぱサイドバックの立ち位置をいじります。俺もやっぱ一番喋りたいのサイドバックなんですよ、ね、そうだね、やっぱそうなんですよね。そうだね、だからそうなんだ、のぼりとかにはよく喋って、ね、そうなんだいや絶対喋ったことないでしょサイドバックと喋ったことないでしょ。喋ったことないっすサイドバックと。なんサイドバックに喋るときは俺にクロス合わせるしかいない。そうそうそう、俺を見るしかいない言われるでしょ出るとき言われる、絶対俺に出せる聞いてます。じゃあもう多分全員いいに言ってる。だからだから会話それしかしてないっす。会話それしかしてない。そうだからサイドバックはやっぱ一番キーだなって。やっぱそうっすよね、ボランチとサイドバックがキーだと僕は思ってる。あ、そうなんだ。だから動けば、自分がねボランチとかで落ちたらね、はい、サイドバックが出てくみたいな、はいはい、立ち位置変えてる時はやっぱサイドバックに まず一番最初に喋りに行きます。あ、そうなんだ。だから好きな動きちょっと似てるから、うん、だからこの間はなんかそれどんどんやればいいのにって言った。だからそれはそれでうまくいけば OK になるから。そうそう、はい、ただそれだけになっちゃうと当然相手も対策するから、はい、まあけどそれも多分2乗って3乗っては考えてると思ってるんだけどね。いや、そういうタイプっすね。そうだよね、はい、絶対そういうタイプだから、それはどんどんやっていってほしいなって。いや、面白いっすね、はい、こういう人こういう話。ちょっと1、2回目カットしていいんだよ。なんですかいいっすか、手応えあったんですね1、2回目何話したっすか。逆にふざけた話しかしてない。 ACL のふざけた話しかしてない。逆に何喋ったんすか。それあれ見て。あ、わかりました。はい、さあ、ACL エリートは早くもリングステージ4戦目、ホーム轟に中国の王者上海海港を迎えての大一番。その試合をフロンターレ OB が占うマッチプレビュー。はい、ということでここからは中村健吾さんに来ていただきました。私も私です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、前回はちょっと上海シンターで、まあ、その時も話させていただきましたけど、まあ、上海海港と上海新華がもう2強で、現時点で、まあ、その中国リーグの首位、29試合やって24勝3負け2敗で勝ち75.1ですね。得点が91、失点が30、得失点とプラス61と29試合で90点取ってますから、相当攻撃力あるチームです。システムは4-2-3-1で、4-2-3-1だって4-2-1-3あの攻撃的な、まあ、監督が元横浜 F・ マリノスのマスカット監督なので、まあ早い縦に早い攻撃とどんどんラインを押し上げ、コンパクトにアグレッシブに攻守で戦ってくるチームになってます。まあワントップのウクスタもパワーもすごくありますし、スピードもあるし、でその下に構えるオスカル、うん、これ僕自身も彼が上海のチームにいた時に対戦してるとしてますけど、まあ、元ブラジル代表で、まあ、自由に動き回るトップ下なんですけど、まあ、いろんなところに出場として、そこのこう彼の動きに合わせてチームが連動するっていう形ももうしっかりできているチームなので、ウイングもスピードがある選手なので、まあ、非常に攻撃力があるな、後ろからどんどん攻めるようにしてくるので、うん、まあ、本当にアグレッシブだと思います。ただアグレだとどうなるかっていうのはちょっとまだ読めませんけど、うん、はい、上海海港がホームのようにアグレッシブで来るのであれば、先に点を取られないことはすごく大事になるかなというふうに思います。彼らは得点を取るとどんどん傘にかかって攻撃がしてくるので、ただ同時にこうもうハイラインでハイプレスで来るので、その背後のスペースっていうのは空いてますし、上半身からちょっと守り方が違うので、まあ、しっかりとこう見定めることが大事になるとは思いますし、まあ、皆さん、まあ、そのマスカット監督の横浜 F・ マリノスと対戦はしてると思うので、そこに結構近いイメージだと認識していただければ、選手たちもひょっとしたら、あ、こういう感じかみたいなイメージはつきやすい可能性はあるかなと。ただそれに加えて、まあ、中国チーム独特のフィジカルの強さだったり、縦の速さだったりっていうところは、
持ち合わせていて、それをこうオスカルがうまい感じでこうテクニカルにまとめているチームなので、なんだろうな、守りに入らない方がいいから、うん、ホームなんでどんどんアグレッシブに攻めてほしいですし、サポーターもたくさん応援して声援を送ってくれると思うんで、自分たちから引かずにどんどんどん強気に得点を取りに行くっていう作業が一番多分勝利の近道になると思いますので、サポーターの皆さん、まあ平日ライダーでちょっと難しいところあるとは思うんですけど、やっぱり前回の上半身会でも言いましたけど、サポーターの皆さんの応援って本当に選手に届くので、そこに多分結果になかなか応えられない状況にも選手たちはすごくモヤモヤしてるんで、そこをなんとか皆さんの声援で後押ししてもらって、轟きでみんなで勝ち点3を取って喜ぶっていう、そのイメージだけを持って当日応援していただきたいなというふうに思います。轟きに集結して共に勝利をつかみ取ろう。